おい豚、ブブブブ、ちゃんとタスクしろよお前、ブブブブ、おいおい何やってんだ、おいブス、な、先生なんかいたよな、最初の方。最初いたんですよ。気づいたらいな、気づいたらいなくなったんで。確かに。先生です。もう毎回豚いるな。なんか引いたでしょ、絶対。ブイ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 。ちょっと待ってよ。侵害だよ、それは。ブブブブブブ。豚いる。おい、豚。おい、豚。あ、ブー。豚はよ。餌食って働きゃいいんだよ、なあ、おい豚だ、おい豚おい豚、ブブブブ、ちゃんとタスクしろよお前、ブブブブ、おいおい何やってんだ、おいブス、こいつは何強さを求めすぎてる、何の、あ、コッペパン先生、コッペパン先生めちゃくちゃ気になる、コッペパン先生、なんかカボチャ先生、カボチャ先生って言ってたけど、まあ、カボチャ先生なんか言ってたよね最初、なんかカボチャ先生、カボチャ先生ってこと、全然面白くないこと、ちょっと贅沢な朝食、全然面白くないけど、ミーティングでハッチャンがミーティングでアンズさんに、おい豚、おい豚だろお前豚って言って、で私がそれを見てて、うん、そしたらおいミサトランブスって言ってきたんで、あの切ったら切れました、それは切って、それはいいですよ切って、正解、あの全然セリフで起きますよ、こういう場合セリフじゃなくてもいいよ一旦別に、うん、そうそうそう一旦いい、全然セリフで起きます、ひどいな、豚なら言うやつやで切ってるから、もうセリフじゃないと厳しいと思う、ちょっと豚じゃなくてライン声ですよね、間違いない、ね、そうよかったんですけどね、うん、豚はまあ役職であるんでね、そうですね、ちょっとちょっとね、気づかないジレの役職があったらいいですけどね、夏ピョンは、夏ピョン、夏ピョンはまあいいか、夏ピョンはキッチン脇ではなかった気がする、まあいいか、うん、キッチンにいなかったね、うん、ラインもいなかったです、え反省しろ、反省しろ、女の子になんてことを言うんだ、そうだ、ところで豚なんですか、あれ見えてないやっぱ、え少ないよ、頭おかしいであいつ、うん、強い、え、ランちゃんはさ、うん、強いのとさ、うん、早いのだったらどっちが好き、やっぱ強い方じゃない、やっぱ強いのか、強いのだよ、強いのよな、何の話、強いのがいいんよ、コツコツ強いのがいいんよね、やっぱ筋トレないよ世の中ね、なんでなんでどっちに繋がってたこれ、変なとこに、変なとこに繋がってた、すいません、死んだ、隠しろが、まさか切ったか、なんだかしたなんか、え、ほんと、ねえ、ランちゃんは強いのと速いのどっちがいい、やっぱ強いのだよねって言ってて、うん、意味が分かんなかったんで切っちゃった、怖いなぁ、切ったら切れてる、ちなみに触れたらいけない人みたいになってる、さっきのターンも聞いてきてましたね、あ、どういう意味だったの、はい、あら、僕は強いのって言ったんですけど、どういう意味だったのかがない、何の人外なのかがわかんないんですけど、わかんない、豚じゃね、豚、豚、それ3人のおじさん、ランさんに喋りかけたら殺されるの、3人のおじさんなんじゃない、3人のおじさん、3人のおじさん、チギターなるやつの最終的に3匹の子たちなんで素早いおじさんが、そう、素早いおじさんと強いおじさん、チギターに似た顔になるやつよ、伝わるかおい、バンパールチキンのお前3匹のおじさんがお前、あ、よかったです、シークレットトラックやぞお前、3人のおじさんは、バンプのちゃんと聞いたことあります、一人は素早いね、山知識豊富ってことでいっかじゃ、そうです、ね、まあ、まあまあ、簡単なゲームですね、うん、まあでもミサトランは真ですよ、ハッちゃんインポスターなんで、そうですね、うん、でもランちゃんってもう切る能力なくなったんでしょ、うん、相方なんで多分切れないと思う、相方なんで用済みじゃん、もう一回切れる、なんかネロちゃん今ネロちゃん用済みって言ったな今、ネロちゃんかなんか今、あ、嘘です、相方って言ってたね、このネロちゃんの発言嘘なんですよ、え、お、
なんでかっていうと、ネロちゃん初手キル無理なんでね。なるほど。でもハッちゃん相方なんで無理っすよ。無理じゃない。ミサトランは死んですよ。相方。そうか。でもネロちゃんインポスターじゃないですね。いや、俺インポスターです。え？レベリンガーです。あなたも何を言ってるの？言っていいんですか、それ。言わない方がいいまである。いや、言わない方がいいですよ。言わない方がいいですよ。うん、もう言ってます。ゲーム、このゲーム知ってるネロちゃん、やり方。一旦は分かってる。え、取扱説明書読んでこなかったタイプ。これ。うん。でも豚いるもんね。完全に分かりました、これ。ネロちゃんはいかそう。本当に分かったらしい。ネロちゃん、ネロちゃんは、もう多分これあれでしょ。インポスター2枚とも死んだんでしょこれで、やけになったマットでしょこれ。いやいや、そしたら3キル起きてないとおかしいじゃん。2キルか、起きてないとおかしいじゃないですか。2キル起きてから3キルができるから、ね、確かに、あー危ね。しかもミサトランが切ってるからいいじゃないですか。2キルしてるのなんじゃんだから。すいません。じゃあ変な人だ。うん、じゃあネロちゃんじゃないわ。ヤンミ、何を伝えたかったんだ一体。何を伝えたかったんだあいつは一体。あと一発あるな。お疲れ様です。お疲れ様です。今弁当から入ってきた。来ていいと思う？切るの？切ったらなんか、うん、良くないかな。切るの？うん、切るね。じゃああと20秒で切る。わかりました。16 13 9 4。なんで3の2 3の倍数でボケねえんだ。1。許します。ありがとうございます。これは本当に人外なのだろうか。人外じゃない。人外だったら切るはず絶対。私をネロちゃん白いよくない？意外と白いかも。なんかさすがに3キルしたらさ、なんか冷た。あら、ペインジングポインジングペインジングペインジングポインジングやろう。ちょっと待って、どうかされました？どうした弁当にいて市役所かお前。コックピットにいたんですけど、目の前にオニキが無言でずっと立ってて、いません。で、ポンゼさんの死体があった。いないと言ってるよ。そう、喋らなかったの。ご本人説ないですか？あー、実は、うん、シフトアクターされた、うん、僕見せた本人。いや、でもシフトアクターはっちゃんだから。あ、そっか。ね、うん、あ、まあ、そうなの？ネロちゃんがいる。え、ネロちゃんじゃん。あ、そっか。でもこれを言ってしまったら、タキオさんがますます人外になるだけやん。あ、でもネロちゃんさっきレベリングがあって。あ、そうです。だから真のレベリングなんで。じゃあ、可能性としては、タキオパイセンが、普通に切ったってことね。ただ単に私を無視したってこと？うん。え、ビーム出た？今回。出てない。出てない。出てない。切れる。ビーム、怪しい。ビームなしで切れる。ビームなしでも切れる。え、シフトアクターって解除されんの？時間でされたはず。されます。そうなんだ。普通にされる。されるだからね。うん、いや30秒で消える。シフトアクターは死んでますよ。死んでるらしいです。え、タケオ、これじゃあタケオ違う違う。竹
ケネロどっちかは落としていいって。じゃあタケオさんかネロちゃんどっちか釣ろう。一旦ミサトラに隠しろを打ちます。でなんかポンズが波動砲打ちますって言ってた気はするんだよね。えじゃあ落ちてるってこと、うん、豚が落ち、あでも豚が4、2、8、いや豚は残ってる。3人は豚精査大変だぞ。ここからだとしたらあれ、そうか、ランちゃんがシェリフで落としたのは8ヤンミ。そうです。そこは絶対に何かしらの人外を持ってる、うん、うん、だから栗山発言的にめっちゃ豚っぽいけど、うん、どっちか言っとくか、うん、一旦釣っていいか、まだなるほど。来ない。でもね、どっちにしようかな。ネロちゃんがレベリンガーだったらこれからマッドメイトになる人がかわいそうだから先に殺しておくって手もある。確かに。え、でもそれさ、ユンユンちょっと豚っぽくない？ユンユン、豚が後誰かだよな。絶対わかんないよな。豚精査むずいな。やめようぜ、もう。もうやめよう。もうさ、タスクって良くないと思うから。うん。うん。うん。タスクをすると、せい。ほら、ああやってね。うん、一生懸命頑張ってる人いるでしょう、うん、あれ何の意味もないんですよ、うん、なんだかわかりますか、うん、でこれ勝つのはもうタスクしかないと思うんですよね、うん、だからこそえタスク勝利はだって豚負けでしょ、うん、そりゃそうですよ、でしょ、うん、だからこそタスクを全員やるべきだと思う。何ですか。ここ半年このアルジャン一度もタスク勝利がなかったと聞きました。そうですね、このタスク推奨派の僕が現れた回でもね、うん、つまり未来英語タスク勝利はないです。そう思います。しばけないでしょ。せいせいですよね。せいせい、アシュさん、何それ意味ないよ。意味ないんだよ本当。あ、なんか死んだよネロちゃん人外じゃん、やっぱ。普通に。普通に人外。俺のことを切りましたね。そりゃそうですよ。だってあのランちゃんが僕のことを切って死にましたね。意味ないんだよとか言いながら。そうです。ごめんなさいね。僕はあの僕が普通にタスクやってました。僕がミサトランさんを感化させてしまったか。10個は。そのかなんか多分そう。僕がインポスターっぽいみたいな感じの。いや違います。話をしてたのかな。うん、足湯さんはクルーだと思ってました僕は。おいやクルーの足湯さんがねこのマップを駆け巡りながら一生懸命タスクをやってるけど、うん、あの努力は全部無駄だからまああのバカもう本当にバカバカしいからもう二人であの、うん、ここで喋ってよって言ってたのよ。あそういうことね。哀れんでた。それだから意味がないんだよって。あそういうことね。足湯さんのあの努力は何の意味もないんだからあのほっとこうよっていう。そう話を考え方180度変わりすぎじゃない？いやそう。本当？最初はそう思ってた。タスクが最強だって思ってたんですよ。染まっちゃったんだ。もう変わっちゃったんだ。うん。変わっちゃったのか。変わっちゃった。変わっちまったな。じゃあ今後どうすんの？竹雄さんがね。竹雄さんの遺言私聞いたんですけど。ああ。うん。お。豚はあと2匹いるって言いながら落ちていきました。ええ。合ってる。合ってる。合ってるじゃん。すごい。なんで？適当言ったら。あーなるほど。喋った。おっかねえよ。でもマジで声が聞こえるからね。ちょ怖い話みたいな。アンズ、アシユ、ネロちゃんは間違うとしたらこの他から2人いると。アンズ、アシユ、ネロちゃんは違う。瀬戸さんも違うから。瀬戸さんも違う。僕でもあれよ。僕だってあれやもん。今切られたもん。なんでアンズは違うんすか。ランちゃんに。私あのあ、そういうことか。その場ランニング。え、カゲピー見てたやん。カゲピー知ってるの。瀬戸絶対に違う。瀬戸絶対に違う。うん、だから俺はアンズも絶対に誰はない。うん、え、なんでなんでなんで瀬戸が違うっていうの。アンズってなんだっけ。役所が賢者なんだよ。賢ちゃんでしょ。そう、賢者様だよ。じゃあ、プテマンサヨじゃん。聞いてほしいんだよ。プテマン影のどれかやね。ああ、なんでお前自分も外した。しかもさ、さっきあの違えからね。自分も高い。自分も高い。マンサヨがさ、あの足ユンユンが豚じゃないみたいなこと言ってたから、こう塗りに来たんじゃない。
マンサヤ。あ、聞こえた。ほら、これ結構いい推理よ。つれつれ。理にかなってるね。これね。え、でもマンサヤ、足湯くんかと思ってましたけど。ははもう足湯くんって言っちゃってるやん、ユンユンって言ってたのに。動揺してないぞ。あ、動揺してないぞ。言葉丁寧にしてるな、これ。だってさ、ネロちゃんのことちゃんとしてたのビート刻むな、高田組かお前。言い訳でビート刻むな。俺だって何も喋ってなかったもん、あの時。キューティーハニーか。キューティーハニーか。だってばっか言って。キューティーハニーか。誰も何も言ってくれやんやん。だってばっか言って。キューティーハニーか。だってばっか言って。だってなんだもん。まあ、ランチちゃんもやめようや。もう何を闇落ちしてしまったアルジャンの、うん、あのここで守ってよ。火がむちゃくちゃですよ。お願いお願い、傷つけないで。なんで何があったんですか。見たことあるやつ。うめぇ、邪魔するなって。やったー。もう何をやってんだろう、本当に。結局俺が賢いおじさんだったってことか。もう大陸になるやつやな。ちゃうわ、本当に大陸になるやつ。レベリンガーって大陸は強いですね。ハーレーになるのかな。でしたね、本当にレベリンガーだった。